バカだよな俺、獣フレンズエグゼの教訓全く活かせてねえわ。あれだけトラウマゲームやめようっつったのによ。ねえ、はあ、学習しない男だよ。まあこれで懲りるだろう、いい加減。何これ、死の記憶。はあ、うわ気持ち悪い。あー、なんかコレクション的なものかな、そういうのあるんだね。やり込むかー、このトラウマゲーム。あー、何、うん、あー、俺これをしたんか。モード選択肢、倍速モード、倍速。あ、まあとりあえずもうこれしか進みようがないってことか。あー、一応ね、魔女の家っていうのは過去にもあったようで、パソコンであるみたいなんですよ。で、俺ね、動画でね、確かね、このホラーゲームの死亡集って検索してこういうゲームあったよねって気がして。うー、猫がいる。そうそうそう、こういうシステムだったような気がする。なんかね、青鬼はね、少しやったことがあって、それに似たシステムじゃねえかなって思って。セーブすか。あー、セーブしとくか。一応前回の教訓として、広告はもう沈黙でカットします。だから広告の時は黙るわ。まあ休めるってことだね。で、このゲーム本当に頭のぶっ飛んだゲームみたいで、まあそれをトラウマゲーム嫌いって言っている自分が、こういうゲームやっている自分が一番ぶっ飛んでるけど、これも確か見たことあるんだよね。なんか、錆びついたかも。って、マジでやばいゲームみたいなんで、もう、多分、うん、9割、発狂するかもしんない。覚えておいてください。発狂、ちょっとね、最近猫を飼うようになりまして、まあ、隣にいるから、まあ、大丈夫だと思うけど、あんまりね、大声で出すとびっくりしちゃうのかなと思って、ちょっとそういう心配はありますね。じゃあやるなって話だけど、やっていきますよ。発狂特チャンネルですからね。こういうのもあるんだね。はい。まあ、ちょっと基本的なシステムは、ちょいちょい見たんで、はい、はい。大丈夫です。まあ、そこまでね、わからねえってなって、ぐだるっていうことは、おそらくないかと思います。基本的にこの、頭を使うゲームの方が俺得意なので、で、あ、はいはいはい。こういう風に使うんだね。はい、ダメか。じゃあ多分他の場所で使うんだな。まあ、かなりゲームやり込んできてるので、こういう謎解き要素は得意な方です。多分。このゲームは知らない。一応初見です。これかな？小さなバラ。あ、ここで使うのかな？いや、だから、ヒントってこれあれか。どっかでつまずいたらか。そういうことでしょ。そういうことでしょ。はい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 。まあ、スムーズにいけると思うけど、多分、この、青鬼みたいな感じで、逃げる感じだとアクション要素多分、詰まるんじゃないかな。猫いるわ、また。青鬼オンラインってあるじゃないですか。あれは俺、やったんですけど、かなり下手くそでした。ということは、やばいかもしれない。結構逃げたりする場面あったもん、このゲーム。死亡集を見たとき。やばいかもしんねえんだよね。で、どうするかね。これ、広告か。いや、だから広告はもう黙っとこう。ね。今度から広告は黙るようにするわ。はい。入るしかないってことですか？入れってことだね。じゃあ行きますよ。いやー、ホラーゲーム、本当に。なんでやるようになったんだろうな。心理学で言うカリギュラ効果ってやつか？うお。怖えなー、これ。絶対怖えだろうな。うわー。あー、ついじダウンロードか。はぁ、来たー。いや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 、怖えな。うーわ、なんじゃこれ。え？は？もう早速死んでんじゃねえか。まあ、あんまりビビんなかったわ。うーわ、このゲームオーバー画面、本当に、そうだった、こんな感じだったわ。気持ち悪。どういうこと？この血のりに乗っちゃいけねえってことか。そういうことか。私の部屋までおいで。へえ。どこだ？進む場所がないんだけど、ここしかねえんだけど。はぁ、どういうこと？あ、なんか変わってる。道ができてる。猫もいるし。なんだよ、こいつ。バカにしてんだろ、完全に。いいね、広告。ちょいちょい休めれるわ。で、まあ、ホラーゲームのね、教訓、今までやってきた教訓としてね、躊躇したらダメで。ってく。あれ？臭い？うわ、なんか、切らねえといけない。ペンチみたいに探さなきゃいけないのか。鍵かかってる？やっぱこれ、青鬼にそっくりだね。本当にシステム。だからあとは本当に逃げるだけなんだよな。俺、青鬼断念しました。もう逃げれなくて。マジであれよ。もう逃げるのがダメなんだよね。っていうか、この、スマホがきつくてよ、これ。大丈夫かな？これ。クリアできる？俺。大きなペディベア。あ、なんかこれ見たことある。なんかこの画面。
こんなのあったわ。あれ？だからこれ過去の作品と多分一緒なのか。なんかオリジナル的な部分入ってねえのか、スマホ特有の。なんか死亡臭とかああいうのやり込み要素みたいなの。なんか死亡の記憶だっけなんかあったけど、あれがやり込み要素なのかな。お。私は病気だからお父さんをちょっと愛してくれね。ああ、かわいそうに。そういうのあるよね。最近の時代は。お、あったじゃないですか。で、これで入れるってことだな、あのカゴの中に。あ、意外と着々進むんじゃないですかね。あとは、俺の、アクションだよな。アクション要素だよ。パズルは任せてください。はい。これで入れるってこと、あ、そうか、アイテムの方か。じゃあ、ヒントはいいんじゃなくて、待って。テディベアをカゴに入れる。だからどうしたらいいんだ。ああ、だからハサミでぶっ。でも、どういうことだい？まあいいわ。とりあえず、もうここ行ける場所がもう限られてるから、多分そんな詰まることはないと思うけど、作業台。こういう、ダメなんだよ。あ、わかった。だから、違う。だから違うって。テディベアを使っ、ああ、出た出た出た。うってぇー。そういうことですか。で、さあ、これで行ける。なんで、なんで血みたいになってんだよ。な、はぁ、だからビビり要素やめようぜ、ほんとによ。ビビるのはダメだってのに。ちょっと待って、セーブしよう。やべ、こまめに。ホラーゲームはね、こまめにセーブした方がいいってね、誰かが言ってましたね。さあ、いいのかな？これで行っていいんですかね。行きますよ。躊躇しないよ、私。で、いいのか、これで。待って。持ち物、はい。テディベアの、うわ、気持ち悪いな。入るんかい。入るんすか。あー、来たー。で、俺わかるよ。これわかるよ。で、次でしょ。なんか、やばいの来るんだよね、どうせ。割れるよね、来たよね。逃げるぞ！あ、やばっ、ちかっち！たー。言い訳していいかな。スマホの操作が。やりづれー。慎重に行こう。慎重に行かないとね。戻す。ちょん、ちょん、一歩ずつ、一歩ずつ、いけ、いけ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 、余裕だろ、よし。来ないよね、来ないよね。あ、よし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 。え、間違えた？あ、待って、なんか、あ、よかった。怖いなぁ。こんなんばっか続くのか。いやぁ、もういいんだよね、戻って。知らねえよ。躊躇しないよ。来るなよ。やめて。よかった。マジセーブしよう。はい、セーブ、セーブ、すぐセーブ。怖すぎるなぁ。やめてくれよ。そう、で、これで開いてるってことだよね。あぁ！やめろって、なんだよこれ。必要なのか？ふざけてるのかい？ふざけてるんだろうな。お互いに。よーし。まあ、だいぶいい感じに進んでるんじゃないですか？初めてのプレイの割には。なんか、ここ、この辺なんかありそうだけどな。なんかあったわ。で、どうなるんだ？あれ？え？俺、あ、え？なんかドアができてるってことか。ん？ああ、ドアができたんだ。え？やめたくなってきた。なんだろう。やっぱ、ホラーゲームって疲れやすいね。手を貸してやれ。まあ、手伝いたい気持ちはあるけどよ。他にも、まあ、いや、行こうか。なんだこの音。なんか踏んだ。ゴキブリかよ。何こいつ、踏めるな。汚い音してんな。何？鍵がかかってる。いけねいけねいけね。ミスった。怖い。透明じゃねえかよ。何してんのこの包丁だけで。見えぬけどよ。なんかね、こういうなんか複雑なやつ、なんか時々メモとか必要な時ってあるじゃないですか。実況するときにこうメモってできんのかな、わかんないけど。何こいつ、なんかここ通れねえんだけど。なんかいるのか。はい、まあ、いいか。あ、いけない。ちょっと待って。荒いな、俺。操作が。まあ、いいや、ちょっと後にしよう、それ。なんか怖いわ。他に調べられて、なんだこのスープみたいな、なんかこれ、どうやって、ああ、動かせると。なんだ、動かせるんか。気持ち悪いこと書いてあんな。これはやめとこうか、ちょっとやめとこう。いや、もう無理はしない。で、これをさ、やめ、あ、いけないいけない、バカ、何してんだよ。え？なんもないんかい。よかった、死ななくて。こう、なんかあるな。なにこれ、毒味をしろ。あ、ちげえってもう、操作が荒いんだよ。
ちゃんとね、慎重に一回一回タップ大切にしていこう。じゃあ飲むか。ほんか、なんでその選択肢。飲むけどよ。え？毒を受けた？あー、やっぱこれで開くんだ。じゃあこれで急いで薬みたい。え？は？え、死ぬんかい？え、じゃあどうしたらいいんだ？え、鍵開いたぞ。ちょっと一回タイトルに戻りました。で、死の記憶っていうのがなんかびっくりマークついてるみたいで、見てみたら、おー、これ、なんか、出ましたね。これ、やっぱ死亡臭みたいな感じですね。どこで死んだかっていうのが出てるみたい。うわ、なんか嫌なと、嫌な映し方してんだ、これ。うわ、気持ち悪い。で、多分これ、やり込み要素ありますね。これ、どこで死ぬかっていうのは。まあ、せっかくだからやってみる？やるか。一個開いてたんだよな。あれがよくわかんねえな。どっか、死に忘れてるとか、死に忘れてるって、広いゲームになりそうだな。いやー、なんか、こういうゲームでもさ、なんか、工夫したやり方あるのかな？俺なりの方法で。なんか、ね、逃げるときにわざとじらしたりとか、そういうプレイとかやったりするの、したりするのかなんで、こいつがまだ、そうだよね、まだ、あれを手を貸してあげてなかったよね。で、これでなんか、できんのかな？何？もう、BGM いきなり止まってくるのやめてくんねえかな？何するんだい？手が足りなく、あ、そういうことです。死んだ！あ、これ、死ねたわ。ちょっと確認させてください。死の記憶で。あ、埋まりましたね。わーい。死ねた。もう完全に俺、サイコパスの発言で、今の。うーわ、っていうか、これかなり死ねるな。マジか。これ結構長いぞ。あ、そう。じゃあ、今日こんくらいにしとくか。もうちょっと疲れたわ。